カビタ・ローレンツは、ドイツ出身の女性元フィギュアスケート選手。パートナーは、ヨティッポ・リゾアキス、エフゲン・ホロニューク。2015年アンドラ・オープン優勝。2002年にスケートを始める。シングルスケーターとして、ミハイル・フースの下で練習し、国内大会に出場した。2012年に、ウクライナ出身のエフゲン・ホロニュークとカップルを結成し、アイスダンスに転向した。 2013年ドイツ選手権では銅メダルを獲得した。2015年の春にシングルから転校したヨティポリゾアキストカップルを結成。二人はお互いがシングルで競技していた頃、同じコーチの下で練習していた。2015から2016シーズン、アンドラオープンで国際大会初優勝。ドイツ選手権でも初優勝した。世界選手権では 初出場ながら17位の成績を残した。2016年4月にプライベートな理由で解散するも2ヶ月後に再結成を発表した。2016から2017シーズン終了後、コーチをマリナ・ズエワに変更した。2017から2018シーズン、ピョンチャンオリンピック最終予選のネーベルホールンハイで銅メダルを獲得し、ドイツの出場枠を手にした。 ドイツ選手権は3連覇を達成。欧州選手権はポリゾアキスの体調不良を理由に棄権した。ピョンチャンオリンピックでは16位。世界選手権でも自己最高の16位を記録した。5月10日、競技からの引退を発表した。ありがとうございます。